2024年、7月10日広島瀬戸新聞ニュース号外で、ございます。奈良本堂ね、参拝処分場本当に、ね、大変なことになって、ます。7月9日、処分場周辺の川に異常な匂いと濁りと泡な排水と、いうことがね、報告されたそうであります。これまでもね、汚染水が出ておりましたけど、今回はね、さらに輪をかけたね、強烈な状況になっています。こうした中で、ようやくね、広島県、それから広島県警も動き出しました。うん。いやー、遅い。遅いけれどもね、ようやく動き出してくれました。ほんとね、もうね、調整池はね、黒い油膜のようという状況ですよね。うん。これじゃもうほんとね、飲めたもんじゃありませんよ。ね。米なんかもね、作れたもんじゃない。ね。もうどうしてくれるんだって話ですよ。まあ、しっかりね、県警も捜査をして、それからね、広島県、ですね。まあ、もうね、当然ね、しっかり調査をして、そして、実態を解明し、そして早急に、しかるべき措置。まあもうこれはもうね、ここまでやったらもうね、許可取り消しですよね。許可取り消しですよ。こんなもんな、うん。それからね、原状回復。処理、あれですよね。被害の補償、そしてね、まあ現状回復。まあそういったところまでしっかりね、やっていかないかんと思います。まあ三原市議会のね、6月定例会で、まあ三原市水源をね、守る条例、可決はされました。ね、委員会ではね、実はね、市民側のね、修正案がね、可決されたんですけどもね、結局ね、本会議で、ね、ひっくり返っちゃってね、当局側の原案でね、通ってしまった。まあ、非常にね、不十分なね、条例ではありますけれどもね、それでもね、それを活かして、ね、最大限、三原市長選挙、7月28日あります。三原市でね、最大の、ね、政治課題であり、そしてはっきり言います。広島県内で最大、最悪の政治課題。このね、三原ね、本郷ね、参拝処分場問題、ぜひね、解決、本当解決ね、持っていきたいというふうに思っております。ちょっと待ってくださいね。これです。やっぱりもうね、これをね、しっかりね、やっていくしかない。これはしっかりやっていくしかない。湯崎知事とね、悪質参拝企業、ね、広島と水と食物取ります。ね、広島県もね、またね、ちょっと調べただけでね、またすぐね、警告を出してね、で、またね、また安全に戻りましたとか、そういうね、言い逃れをね、さしちゃダメですよ。ね、広島県に対しても。まあ、湯崎知事はね、完全にね、参拝業者とグルになってますけども、ね、ぜひね、湯崎知事とね、悪質参拝企業、広島の水と食物、守る。絶対に守る。取り戻す。っていうかもう守る段階過ぎました。もう取り戻す段階です。そのね、先頭に私、もうね、皆さんと一緒に、ね、立ってまいりたいと思います。浅見闇子もそうです。私の生まれ故郷の福山もそうです。ぜひ頑張っていきましょう。それでは皆さん、失礼いたします。